久保さん、おはようございます。小鳥のさえずりが、ホッケキを言ってます。あそこにね、白い鳥さんもいるんですよ。いやー、いいですね。ホッケキを言ってますよ。空気がうまい。空気がうまい、うまい。なんか今回ね、あれじゃないですか。ほら、鳥居さんが飛んでる。白い鳥居が。でかいですね、結構。久保さん、あれですよ。今、風呂沸かしてるんですけど、ここの宿、ヒノキか、木の、木っす。木。すごい木の匂いがめっちゃする。ヒノキ。ヒノキかな、あれ。昨日の宿と全然違いますね。このちょっと広いっす、めちゃくちゃ。昨日の宿とは、昨日の宿にプラス2000円です。ここ7000円。朝食入れると8000円か。朝食入れると8000円ですね。はい、2000円。昨日6000円だったんですけど、2000円プラスするとこうなりました。すごい。いやでもね、僕思ったんですけど、昨日のね、宿はね、こう布団がね、敷いてあって、布団が敷いてあって、お疲れ様ですみたいなのあったんですよ。でこれは、まあ、自分で敷けみたいなね、こう置いてあったんですけど、なんかな、ちょっとぬくもりは感じなかったですね。まああとね、温泉もでかいんですけど、温泉もでかいんだけど、昨日の温泉の方が僕はめちゃめちゃ好きっすね。昨日の温泉の方がめちゃめちゃいい。ツルツルしてて、ここの温泉はツルツルはないですね。ツルツルは、ここの温泉はツルツルはないですね。ということで、久保さん、花になりましょう。もう終わりますね。もう終わるじゃん。これ僕8で撮って、あ、久保さん次の動画でマトリックス、久保さん最後じゃないですか。久保さん次の動画でマトリックス、久保さんの動画で終わりですよ。いや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 、終わっちゃいますね。あ、久保さん、みんなの銀行からお金が入りました。今ポップがすごい。久保さん、今動画を撮りながらみんなの銀行からの入金がありましたよ。すごいですね、インターネット。インターネットすごい。動画を撮りながら今入金がありました。みんなの銀行。最近みんなの銀行案内してないんですけどね。過去の動画からありますね、入金が。もう多分30万年内中に行きそうですね、なんかね、これ。ちょっと過去の動画、まあ、もうちょっとで15万なんですよ、多分、久保さん。あと半分。年内中に30万いけんじゃないかなと。まあ、年内ずっとやってくれるかね。みんなの銀行、どうなんだろう。うん。まあ、ここのね、まあ、ホテルに泊まれるのも、なんだ。今日またこれ、飯を食べられるのも、みんなね、まあネットビジネスやってたらね、ホテルにも泊まれないし、飯も食えないし、外でね。だからさ、みんなネットビジネスやる必要はないと思うんですよ。で、てか、やらないんで大丈夫です。僕は一部の人に問いかけてるんですけど、いや、そこに気づいてね、やろうと思ってるんだったらやればいいじゃんっていう。全員はやらないので。まあ、久保さんと僕がどれだけ呼びかけても、リーチできるの人なんかはもうごく一部ですから。うん。知っててもやらないし、でもね。知ってても怪しいと思うだろうし。うん。だから一部でいいと思うんですよね。だから結局、
一部なんですよ、うん、だってそうじゃないですか、ホテルで働く人も一部だし、料理作る人も一部だし、どうすか結局全部一部なんで、どうすか、うん、戦争のくしてる国、今地球上でね戦争してるところも一部だし、に全部で戦争してないですよね。日本今ロケット撃たれてない、もうここロケット全然撃たれてないですよ。僕はあの温泉宿に泊まってのんきに動画を撮ってるんですよ。そう、地球のどっかではねパラリンピックやっててね、地球のどっかでは戦争やってるわけですよ。だから一部なんです、一部なんですよ。だからその一部になるかならないかはあなた次第でございますよ。僕はね、せっかくその知ってる久保さんの動画見たりとかね、僕の動画見てるんだったらやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどねやればいいのになと思うんですけどね。まあそれ人それぞれの人生なんであれですけど、ただ僕やりましょうしか言わないですけどね。億万長者合宿もあれですからね、やりましょう、あまだやってるのかっていう話ですよね、久保さんねやり取り、こいつらまだやってんのはしつこいなみたいなね、まだやりましょう言うてんのかみたいなねまあその人にね、まだこいつやってんのかっていうふうに思った人に言いたいんですけど、えまだやってないの逆にねえまだ見てる側ですかみたいな、えまだやってないのまだ見てるのっていうそう、僕もねお客さんやっぱ長いんで、やっぱね10年ぐらいねあんま変わってないお客さんもいてますからね。10年ですよ、10年変わらない人もいるんですよ、やらないっていうか、なんか未だにそのネットでね10万も稼げてないとか、なんか儲かる方法を探してるとか、まあ変わんないですよね。いやはっきり言って10年もね一点集中、まあ今回一点集中にしましょうか。あの一点集中で時間かけたらまあまあ火出ますよ、まあ、久保さんと僕もそうですからね。僕も漢字も書けないクソでアホでバカみたいなやつだけど、まあ一点集中してね、コンテンツビジネスに集中してやって、まあ今人生変えてますけど、久保さんもそうですよ。1億3年で1億3000万稼いだのはもうコンテンツビジネス、情報ビジネスですからね。うん、速稼塾っていう情報ビジネスですよ、情報商材塾、まあ他にもセミナーとかね、まあその情報を生業にしてビジネスをやるっていうのをやらなかったら3年で1億いかなかったですよ。うん、この YouTube の発信も情報ビジネスですからね。うん、でいろんな情報の伝え方がありますよ。そう、まあ景色っていう情報もあるしね。うん、まあトークというねこの話の情報もあるだろうし、いや今日久保さん頭痛くないですね。昨日ですね、実はね、おととい僕ホテルで飲んだ時に、この大関ワンカップ、あこの裏にこんな、この大関ワンカップとビールを飲んだんですよ。そしたら頭実は今日の朝から痛くて、僕は学んで一応大関ワンカップとビール買ったんですよ。ビール買ったんですけど、ビール昨日飲まなかったです。昨日飲まなかった。これ飲みにした。今日調子いいっす、朝から。昨日ね、朝頭痛くて、うわ、飲みすぎたなと思って。まあ、大関、これ、アルコール何パーだ？これ15パーか。15パーとビールはきついっすね。だからね、一応買ったんですけど、いや明日の学びました僕は。ほらここにビールが、これビールこれ出しとこう、キンキンに冷えてやがる、キンキンに冷えてやがる、
キンキンに冷えてますけど飲まないっす学びました。めちゃくちゃキンキンに冷えてますね。ちょっとやべえなあれ。飲みすぎに注意しましょう。飲みすぎに。いや僕ね、一番この大関ワンカップを一番うまく飲めるのはあれですよ。もう本当に車ですげえ走って、で結構ねすきっぱらでもうめちゃめちゃ限界まで走って、はあみたいな。昨日もね多分ね僕8時間ぐらい運転してるんですよ。8時間運転してますね昨日も。うわーって走って、うわーって疲れた。でお腹も空いてるんですよ。お腹も空いてる。でその時にこの大関ワンカップを飲むと、ふわーみたいな、染み渡る。もうすきっぱらだからさらにこう染み渡ってくるわけですよね、この日本酒が。めちゃくちゃうまいですよこの大関ワンカップね。あの正しい飲み方はね、もう極限まで運転して疲れ果てて飲むっていう。しかもすきっぱら、しかもすきっぱらがめちゃくちゃうまい。やっぱね、あのすきっぱらにビールよりこの日本酒の方がまあちょっと優しいですね。うん、これ大関ワンカップめちゃくちゃうまいですよ。これ200円ぐらいですけどね。200円だけどね、うまいね。だ昔僕あのね、本当はね、今回はね、ノリで言うならば車中泊なのノリの旅なんですよ。でも Z4 に変えてから車中泊ちょっと難しくて、昔の 34GTR は助手席がこう倒せたんですよね。なんで倒して寝てたんですよ。多分車中泊100回以上で多分したと思うんですけど、そうです、あのコンビニの前でね、こうもうぐわー走ってコンビニの前にバーンつけてね、で酒買ってコンビニの前で寝るっていうね。そうで車の中で酒飲むぞ。うまいうまい。この大関ワンカップを飲むんです、車の中で。でカーッ、めちゃくちゃねうまいですよ。何が言いたいのかっていうと、何が言いたいんでしょうね。まあ幸せに生きるとかね、そのなんだ、あの飯をうまく食べるとかは結局腹減ってねえとダメなんですよ。腹減ってねえとうまく食えないんですよ。美味しく食べられないです。だから腹減らせないといけないんですよ。こうなんか人間ってあれですよね。だから運動して頭も使ったりとかね、だからそのうわーとか頭いっぱい使ったりとか、うわーなったら酒がうまいんですよ。うわーってやったら飯がうまいんですよ。だからね、頑張れば頑張るほど全部幸せ、いろんなものが幸せなんですよ。これ200円でもめちゃめちゃこのね、あの うまいですからね。多分これ大関ワンカップを僕日本一うまく飲んでると思いますよ。間違いない。うわー頑張ったって、俺なんかうめえなみたいな。でもこれね、あの頑張ってないで飲むと、ああ人生ってダメだなっていう、全然うまくないですよ酒が。なんかもう俺の人生って何なんだろうみたいなね、全然酒うまくないですよ。クーみたいな、しみるぜみたいな、今日も生きた、今日も生きたぜみたいな。いいっすよ、たった200円で。これね、普通の幸せって書いてありますけど、ここにね、ありったけの普通の幸せって書いてありますけど、あの究極の幸せですね。ちょっと今何分か、13分か。ちょっと久保さん、ちょっと風呂入ります。